佐々木隆は、日本の政治家、愛媛県新浜市長を3期務めた。市長在任中には、全国市長会理事、全国青年市長会会長等を歴任。愛媛県立新浜東高等学校を経て、中央大学法学部政治学科卒業。三菱自動車系列カーディーラー勤務の後、1987年、新浜市議会議員当選、以後当選3回。 2000年11月、現職の伊藤武氏を破り市長を初当選。1期目の就任後すぐの2001年1月に、今日の新浜市の石を築いてきた別市銅山の意向を多数有する馬群別市山村の村長が、佐々木の元を訪れ合併検討を要請し、合併協議が進んだ。結果、2003年4月、別市山村の編入合併を実現した。この合併は、 愛媛県内における平成の大合併の第一号であった。当時、新居浜市は東予地方において今治市と並ぶ人口規模を有していた。佐々木自身は積極的な姿勢を見せず、西隣の西条市やさらにその西の東予市、周総郡の二町を含む大合併は実現しなかった。また、一期目には第四次長期総合計画を 平成13年6月に策定2期目には情報公開及び行政改革の推進などを行った。参戦を目指した2008年11月の市長選挙では新人で社会福祉法人理事長の長野文彦との一騎打ちとなったが474票の僅差で破り参戦を果たした。選挙戦では姿勢を二期になってきた実績に加え、 小児救急体制の整備、地域循環バスの導入などを公約に掲げた。一方、長野は現職が進める保育所の民営化への反対、JR にい浜駅前地区への PFI 方式によるホテル整備計画の見直しなどを訴えた。2012年秋に行われる市長選挙に出馬しないことを表明し、同年11月17日に任期満了に伴い退任。 公認の市長を選ぶ選挙では、佐々木の市長時代に副市長を務めていた石川克幸の他に立候補の届け出がなかったため、新居浜市長選挙史上初の無投票によって石川が選ばれた。ありがとうございます。